これからどうなってしたかそうかと今2匹のお牛は相談を始めております。そしてこれから探すにあたりどの方向から探そうか、またどうやって探そうか今話し合いが続けこの長い牛が一体何でやるのか今2匹のお牛はこれから目で確認をします。またその竿のようなところに近づきました。今度はこの竿を一匹の牛が叩いてそのものを確認しております。この竿を叩いてみました。そして確認をしもう一度元の場所までまた戻ってまいります。今、大太夫が首を突っ込みました。そして、竿の向こう側を覗き込んでいますが、何か感じ取ったものはないみたいです。続きまして、大太夫が中に入りました。今、竿を挟んで、一匹の牛が中を覗き込みました。その時、大太夫は何かを感じ取ったところでございます。また元の位置までこれから戻るところでございます。竿の近くまで来ました。先ほど何か感じ取った古代竜がここで竿の向こうに何かがありそうだと今確認をいたしました。これから大太夫の口を見てこの舌の中に入ります。大太夫と小太夫が今合図をしていたかれこの口を見て今小太夫が舌の中に入りました。今小太夫が目印と再会をしたところでございます。今小太夫の取った
小太夫の取った態度に今大太夫は首をかしげ、そしてこれからこの竿の中にいる小太夫めがけて突進をいたします。今大太夫が小太夫めがけて突進をいたしました。今大太夫が肩いっぱいに今力をみなげ出しております。突進をする場面を演じます。今暴れました。そして大太夫小太夫が必死に小太夫が必死に敗退、しかし小太夫がそれを防戦しております。お互いしのぎを削り、これからもう一回突進します。どうしても敗退、小太夫これからどうしたらいいか、今もう一度芝町の中を体いっぱいに表現をし、また顔の近くまで行く大台が小太夫目印を見てみました。すると小太夫目印が顔の向こうで仲良くしている場面を見て、大太夫は少し気持ちが緩んだ態度でございます。どうしても中に入りたかったんですが、なかなか小太夫の必死の防戦により小太夫はとうとう中に入れませんでした。しかし日が暮れようとした時に小太夫と目印が手を取り合って暗闇の中から出てくる姿を見、これによりまして竿渡りが終焉となりました。